ネット環境爆速になりました。やったどうも皆様こんばんは。速度めっちゃくちゃ速くなりましたよ。セコリタ3世でございます。ということで、ちょっと前にですね、もう速度遅すぎる、助けてほしいっていうことで動画を出しまして、もうたくさんの人にコメントいただきまして、皆様ありがとうございました。皆さんのですね、コメントいただいたことを一つ一つですね、実践していったらもうめちゃくちゃ速くなりました。すごいね。本当に皆さんすごいなっていう風に思いまして、何をしてですね実際こんな風になったのか、そしてネットワークのことよくわからないっていう方もいらっしゃると思うんで、わかりやすく絵を入れてですね、言葉を噛み砕き、今後インターネットがなくなる世界っていうことはありえないわけですよ。ずっとネットは続くんで、一つの知識としてですね取り入れられるようにわかりやすくご説明していきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。というわけでいきましょう。 Let's goということでですね、まず僕の家の回線は IPv6 というものに変わりました。楽天光のやつなんですけれども、で、僕は楽天モバイル使っているし、楽天光にそのまま入れば1年無料っていうものに惹かれて、なんとか通信費を下げたいっていうことでですね、乗り換えたわけです。IPv6 の方がですね、理論的には早いという風になっていたはずなんですけれども、めちゃくちゃ遅かったと。で、動画ではですね、僕の家の構造っていうものは全然お話ししてなかったんですけれども、僕ん家はね、2階建てなんですよ。2階が居住空間になっていて、1階に寝室であるとかお風呂とかですね、そういったものがあるという構成になってるんで、基本的にはこの2階の空間に主に強い電波が欲しいわけです。で、寝室とかは寝る時とかにね、ちょっと携帯見ながらですね、 TVer とか見る時に電波が来ないと困っちゃうっていうことだったんですけど、動画内では詳しくそんなこと言ってないにもかかわらずですね、動画に映ったものを頼りにですね、皆さん視聴者さんってマジすごいと思って、なんでみんな配信しないんだろうね。逆にそれが不思議なぐらいですよ。で、僕の前回の動画でチラッと映ったパナソニックのまとめてネット、あれが原因なんじゃないかっていうことを多く書いてくださったんですけれども、はい、その通り、あれが犯人でした。これだと困っちゃうなっていうことで、まずですね、管理会社さんに電話をして、上のものがあるんですよ。まとめてネットギガっていうものがあるんで、それにまあ交換してほしいんだっていうことをお願いしてあります。で、それがまあどうなるかわかんなくって、僕が住んでるところであくまで賃貸だから大家さんがいますよね。で、大家さんの善意でまとめてネットっていうものはついてるわけだから、つけようがつけまいが大家さんの気分一つで変わっちゃうっていうことなんで、もしかしたら難しいかなというふうにも思ってるんですよ。なので、まとめてネットにですね、まあ、変わるものを買いました。それこちら、TP リンクのハブです。これでいいんじゃねえかっていうこと。これがね、1800円ぐらいなんですよ。まとめてネットギガ高いのよね。4万ぐらいするんで、この LAN 入れてですね、他のところに配っていくっていう構造も、もう全く一緒。あれがまあどでかくなっているっていうだけの違いで、その配線も全く同じように組み替えていったら、すっげえ速くなったんですよ。うちみたいにですね、まあ賃貸で、まあまとめてネット的なものがあるっていう家結構あると思うんだけど、速度あんまり出ないっていう人はね、そこ見直してもいいかもしんない。で、その構造自体はすごい簡単だから、もし大家さんにね、お願いしてダメっていう場合には、ハブに今切り替えるっていうのも全然ありだと思います。ルーターもですね、いろいろありましたよね。AX11000。これが今までメインで使っていて、120台接続できるというめちゃくちゃ早いものでした。値段もすごい高いものなんだけど、IPv6 対応じゃないのよ。IPv6 パススルーっていうものには対応してるんで、一応ね、それは使えますっていうことになるんだけど、まあ、本領発揮はできないというモデルになっていたわけですよ。なので、こちらのですね、AX73 というものに変更することにしました。で、こっちはですね、2.4GHz スタイがこっちの半分になっちゃうんだけど、2階でメインに繋ぐときはおそらくね 5GHz 帯なんですよ。だったらこっちと変わらないよなっていうのと、最大接続台数も80台ということで40台少なくなっちゃうんだけど、商業施設とかね、そういうところのフリー Wi-Fi でものすごい数の人が繋ぐってなったら、それは問題だと思うんだけど、基本的に我が家にあるデバイスってまあ限られてるからね、僕一人とかまあ家族のも合わせるとまあ30、40ぐらい、それでも多いんだけど、それでも半分ぐらいだからまあ十分だろうっていうことでこっちになったんですよね。で、さらにですね、1階にですね、中継機として RE605X というものを使っています。 NTT の ONU っていう機械を AX73 につないで、そして1階に中継機をつなぐという方式を取っていたわけですよ。コメントでですね、これ使ってるんだったらブリッジモードにして使わないともったいないですよっていうのもいただいたんですよ。ブリッジモードってね、まあ、別名アクセスポイントモードとも言うんだけれども、さっきも言ったけど接続台
回数はさ、こっちの方が大きいわけじゃない。だからですね、これを2つつなぐことによってですね、こっちをまあブリッジさせて、こっちの強い電波に送るっていう方法もあるんですよ。それもね、実は試してみたんですね。進出が遅いのよ。この電波だと1階まで届かせるっていうことが難しいんですよね。中継機使ったとしてもですね、これ 5GHz 帯が2つあるんで、うまくですね、この電波の幅を広げるっていうことができないんですよ。明らかに速度が下がってしまうっていうことが実験で分かったんで、多分家の構造とかによって変わると思うんだけど、うちみたいに1階とか2階とかっていう風に分かれてる場合には、中継機を使ってワンメッシュっていう形ですよね。メッシュ化させた状態にして電波をこう広げた方がいいんじゃないかなっていう結論になりました。多分環境によってこれ全然違うんで、教えていただいたらブリッジモードを使った方がいいっていう方も、環境の方もいらっしゃると思うんで、何とも言えないんだけど、我が家の場合にはそっちの方が良かったかなっていうことになりました。あと Wi-Fi 名が消えちゃったっていうのがあったじゃないですか。いわゆる 2.4GHz と 5GHz 帯の名前が今まで分かれていたのに消えてしまったっていうものは、 TP-Link にはですね、スマートコネクトっていうものがあって、名前をですね、一つに統一しておけばですね、自動的に今一番いい環境の速度っていうものに切り分けてくれるっていうものがあるんですよ。 2.4 と 5GHz しっかりですね、電波は出ていたということになります。これ僕が無知でした。皆さん申し訳ございませんでした。教えてくださった皆様ありがとうございました。で、この Wi-Fi 名がですね、一つになるっていうのは、いちいち速度が遅い場合に、あ、こっちに切り替えよう、あっちに切り替えようっていうの手間じゃないですか。それをですね、 TP-Link の方がもう勝手にやってくれるっていうですね、非常に優れたものなんで、俺めちゃくちゃめんどくさがりだから、勝手に切り替えてくれるのって俺の性格に合ってるなと思ったんで、僕はスマートコネクトの方がいいなというふうに改めて思いましたね。そういうわけで、我が家のネットワークはですね、 TP-Link でまとめることになりました。もう牛さんのですね、まあ、メーカーの方がいいとかっていうコメントもあったんだけど、俺そこで一回揉めてるから、揉めてるというか、うまくですね、チャットとかでやり取りしたんだけれども、ちょっと時間が経つとまた忘れちゃうとかっていうのを一回一回説明すると、すっごい時間取られちゃうっていうのが経験であったんで、あんまり僕は合わないなと思って TP-Link さんの方を使うっていうことにしたんだけど、個人的にはね、 TP-Link さんの方が好きかな。すごく楽なんだよね。アプリでもいろいろ細かく設定することができたりとか、デバイスで今何台ぐらい接続されてるのかとか、ネットワーク環境はどうなのかっていうものもすっごい使いやすいのよ。もちろんブラウザから検索して簡単に中に入るっていうこともできるし、自分が登録してるルーターであるとか中継機とか、そういったものがどういう風になってるのかっていうのもすごく一目瞭然で分かりやすいっていうのもめちゃくちゃ便利で、僕やっぱ TP-Link の方が良かったなっていう風に思っています。そのわけで、まずはですね、ネット速度を速くしようっていう風に思いましたらですね、こういったですね、有線で接続できるやつを買いましてですね、一つ一つどっか遅くなってないかっていうのを確認していってですね、一つの機械を通すとめちゃくちゃ遅くなるんであれば、それが原因だし、それに応じてですね、新しいものに変えていくっていうのが理想的なのかなっていう風に思いましたね。ちなみに僕が入ってる楽天光よりもニューロ光の方が早いよ。全然早いよ。僕の友達でチャンネルアートとかイラストとかいっぱい書いてくれてるエマークさんね。エマークさんが新しく始めたですね、投稿者用の歌詞スタジオっていうのがあるんだけど、あそこはニューロ光なんだけど、めちゃくちゃ早い。ニューロ光は800とか出るんで、 Wi-Fi かで800なのか何なのかわかんないけど、とにかくめちゃくちゃ早いですよ。楽天光とかもう比べ物になんないぐらい早いんで、まああれは事業だからね。僕のようにですね、ちっちゃい規模のですね、まあ投稿するであるとかゲームをするとかっていう分においては、楽天光とか au 光とか、そういったものでも全然十分じゃないかなっていう風に思います。僕が今回紹介したルーターとか中継機は全て動画の概要欄にリンクがありますので、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。というわけで、今回は我が家のネット奮闘機をご紹介しました。いかがだったでしょうか。皆様ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、また明日、チャオ。